プラマーテリアプラマーテリアは、イギリスのイングランド原産のテリア犬種の一つである。旧称は、ハドレスフォードワーキングテリア。現在の名前は、本種のブリーダーである、作家のデビット・ブラウン・プラマー博士にちなんで付けられた。1976年頃に完成した、新しいワーキングテリアの犬種である。南ウェールズのワーキングテリアやウィルトシャーの、ワーキングテリアを掛け合わせた。 後輩種をベースとして、吠え声と嗅覚を強化するためのビーグル、頭部を強化して、痛みに強くするためのブルテリア、攻撃性を軽減し、人に対して従順にさせ、扱いやすくするためのフェルテリア、肩を改良するためのジャックラッセルテリアを順次掛け合わせていくことで完成した。はじめのうちは、ジャックラッセルアーキングテリアの1タイプとして認知されて、 いたが、後に固定が進み、それらとの違いが顕著になったことを理由に独立して、正式に犬種になった。主に、ネズミ、ウサギ、キツネを狩るのに使われる。ハウンド犬とタックを組み、2匹で狩りを行った。獲物の匂いを追跡して発見し、獲物が穴に隠れると、本種も穴に潜って、獲物と戦う。そして、獲物を弱らせたり怒らせて地上におびき出し、最後は、 ハウンド犬に仕留めてもらう。ネズミの場合は見つけ次第に、さっさと捕獲を行い、自ら仕留める。イギリスのザケネルクラブへ公認登録の申請を行っている最中で、2007年の時点では、まだどこのケネルクラブにも公認されていない。多くはイギリス国内で飼育されていて、他の国ではほとんど飼われていない。大半の犬は実猟犬として飼育されているが、 両犬として向いていなかった犬はペットとして飼育されている。体の上部に現れている赤い布をかぶせたようなマーキングが本種のトレードマークである。毛色はレッドホワイトのみである。コートの長さはスムースで非常に短く手入れがしやすい。メット、鼻は黒々としていて顔つきには愛嬌がある。筋肉質の引き締まった体つきで首と足が長い。 肩はしっかりとしていて、胸は狭い。ストップは浅く、マズルは中くらいの長さで先が細い。耳は、ボタン耳、おは、飾り気のないタレオだが、3分の2ほどの長さに、弾をすることもある。運動神経が発達していて、瞬発力も高い。中型犬サイズで、性格は明るくやんちゃで元気があり、人懐っこい。テリア犬種であるためや焼きの強い一面もあるが、 他のテリア種に比べると、幾分かその気象は抑えられている。しつけの飲み込みは普通だがずる賢いと言えるほど頭が、周り、自分の好きな分野のものであれば、いくらでも、知識を吸収する。やはり、ジャック・ラッセル・テリアと同じくいたずらをする傾向にあるが、別のことに気を向かせることで軽減することが可能である。運動量は普通である。ありがとうございます。